月1日にツイッターに投稿しました。スポンジって食べられるんですよ。スポンジって食べられるのか。食べたスポンジって美味しいなぁ。てかネタバレすると、これはスポンジみたいなスポンジケーキです。は、これってスポンジケーキなのか。泡までリアルなのぜ。エイプリルフールネタとして作ってみました。インスタ映え映えの作り方をご紹介します。まずは、バターを牛乳に入れ、レンチンなどで溶かしておく。材料などは下の概要欄をご覧くださいなのぜ。卵白と卵黄を分ける。卵黄が卵白に入ってしまうと泡立たなくなるからご注意。このスポンジの部分は台湾風カステラだよ。だから卵は6個使うよ。へえ、台湾風カステラなんてあるのね。薄力粉はふるっておく。みんな、雪だよ。雪がこぼれてるわよ。あらら、これはもう一回ふるっておこうね。ボールがないから、ラーメン丼を使う。丼の渦巻き模様が台湾っぽくてナイスなのぜ。はじめに溶かしておいたバター牛乳をドン。混ぜ混ぜするよ、混ぜ混ぜー。ちゃんと混ざってる。ちゃんと混ざってるよ。ちゃんと混ざったら、卵を5つずつ入れて混ぜ混ぜー。かりんちゃんのスポンジのツイートに騙された人から、こんなメッセージが届いたよ。かりんさん、エイプリルフールって嘘ついて、時間帯って午前中までなんですよ。すいません、嘘って午前中までだったの知りませんでした。イギリスでは午前中で嘘ついて、午後に種明かしをするんだって。ほへー、来年は午前中に嘘つきます。ただ、カリンは記憶力が悪くて、来年には忘れてるからみんな騙されないように気をつけてね。今、カステラの肝のメレンゲを作っているんだぜ。お砂糖は3回に分けて入れる。お砂糖は、黄色いスポンジを目指すので、白い蒸発糖を使ってるよ。しっかり泡立てるというよりもちょっと手前の角がヘタッと折れる感じで OK よ。しっかり泡立てすぎたら、今度は焼いた時に膨らみすぎて表面に地割れができちゃうよ。卵黄の生地と卵白の生地が合体するのぜ。生き別れの兄弟の感動の再会。卵白と卵黄のどっちが兄でどっちが弟かな。書籍か希望ぬ。資源の無駄遣いはやめましょう。意外と黄色が足りないから、黄色の着色料を足しているのぜ。みんな、黄色い雪だよ。生地の量が多いからいつもよりも多めに黄色を足しております。天板に適当にオーブンシートを乗せて、端っこをくしゃくしゃに寄せておくよ。雑だな。カステラの卵兄弟の生地を流し込む。兄弟ネタまだやるのかよ。少し生地を残して、それで緑色の薄い抹茶生地を作る。抹茶だけだと、あの深い緑色が出ないので、着色料の緑を足していく。カリンの大好きな抹茶なのぜ。カリン抹茶ケーキをいつか作りたい。需要ないけど。悲しい。これは湯煎焼きなので、80度のお湯を天板に入れて、150度に予熱したオーブンで1時間焼く。1時間、長いのぜ。バルミューダのオーブン頑張れー。1時間経ったよ。おー、すごいだ。でかい。ななんて分厚いカステラなんだ。カステラのベッドみたい。この上で寝ていい。こいつは今から台所のスポンジになるからダメだよ。上の茶色い生地を切り取る。これは、スタッフという名の旦那が美味しくいただきました。接着剤代わりにチョコを塗る。ジャムで良いです。ホワイトチョコはたまたまあったから使っているだけなのよ。抹茶生地は適当に180度で10分ほど焼いて、乗せるんだけど、小さかったわね。これも上の生地を切り取ってスポンジっぽく仕上げるのぜ。見た感じ、スポンジっていうよりもかぼちゃ感があるわね。確かにかぼちゃの皮の色みたいなのぜ。おやおや、そんなことを言っていられるのは今のうちよ。あれ、大きさを本物のスポンジに合わせないといけないわね。おーおー、これは台所のスポンジなのぜ。そうかしらー、私はまだかぼちゃケーキに見えるわよ。そんな霊夢ちゃんのために、さらに泡を作ってスポンジっぽくしちゃうぞ。卵白を5つしか使ってないから、手で泡立て器を持って泡立てた方が早いのぜ。ここはノーカットでお送りしておりますが、もうほとんど台所洗剤の泡と遜色ないですね。なんというか、台所洗剤の泡みたいだから食欲が失せるわねー。生クリームの泡よりもリアルに表現できてるのぜ。泡を安定させるために砂糖を適当に入れているわよ。もう少し泡立てたら、お皿とスポンジに垂らして、かーんせー。え、やっぱ、これはもう台所のスポンジよ。泡がリアル、そして、実際に台所にいるから頭が混乱するのぜ。そして食べるとうまーい。台湾カステラのふわふわとホワイトチョコのカリカリが思ったよりも合うよ。泡を足すとより一層リアルに皿洗いしている感じをご堪能いただけます。泡。食べれるスポンジ配下だったでしょうか。面白かったら、いいねボタンを押してくれると嬉しいのぜ。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。